ゴールデンウィークも終わりですね。そうね。今年のゴールデンウィークは何かやったの？いえ、結局ずっと家にいましたね。連休の最初のあたりでは出かける予定とか考えたりするんですけど、結局寝ちゃって毎年どこにも行かないんですよね。あなたが寝てるのはいつもじゃないの？失礼な。さて、それではゴールデンウィークの締めくくりってことで四川料理行きましょう。ふむ。え？いらっしゃい、先生。え？四川料理ですって。先生、え、ちょっとなんで私召喚されたんですか？どうせ辛いんでしょうから、あとは任せたわ。にょーん。そんなに辛いの嫌ですかね。別に私も辛いの好きってわけじゃないですからね。またまた、シュイジューローピエンは喜んで食べてたじゃないですか。あ、あれは美味しかったですね。それなら今回も大丈夫ですよ。それなら、って、今回は前のより辛くないってことですか？まあ、シュイジューローピエンは四川料理の中でも上位の辛さですからね。そうなんですか？普通に作ったらこの前の3倍は辛いですからね。相当手加減してくれてたんですね。食べれなかったら料理じゃないんですよ。それで、今回は何を作るんですか？今回作るのはこちら。コーシュイジーです。初めて聞きましたね。これ、今や日本でも定番料理化してきてるんですよ。え？それじゃ、別の呼び方があるってことですよね。あ、コーシュイってもしかして。そう、よだれ鶏です。よだれ鶏って四川料理なんですか？はい。典型的な四川料理だと思いますよ。よだれ鶏なら食べたことありますよ。美味しいですよね。よだれ鶏で検索すると色々な方がレシピ出してますし、かなり一般化してきた感がありますよね。ピリ辛だれが美味しいって感じのレシピが多いですね。そうですね。ピリ辛なんですよ。あ、嫌な予感。ピリ辛のレシピは他の方に任せまして、うちはしっかり四川のレシピで作りますよ。ピリ辛にはならないんですね。いえ、ピリ辛ですよ。え？四川基準で、ですけどね。基準がおかしいんですよ。それでは、材料です。鶏胸肉1枚、ニンニク2かけ、生姜 20g、赤唐辛子3本、青唐辛子2本、ホアジャオ小さじ1、八角1個、ラオトウアン大さじ1、醤油大さじ1、ホアジャオ油大さじ1、ネギ油大さじ1、黒酢大さじ1、ラー油大さじ3、中華スープ 50cc、砂糖小さじ1、塩小さじ1/2、胡椒少々、ホアジャオフェン小さじ1、いりごま大さじ1、刻みネギ適量、以上です。ラー油の量間違ってません。いえ、これで合ってます。どうしても大さじ3なんですね。日本人が辛いって言いながらも食べられる程度の辛さを目安にしています。普通に作った場合は？赤唐辛子と青唐辛子がそれぞれプラス2本ってところですかね。そこまで変わらないです。唐辛子の量で辛みを調節してるんですね。だからピリ辛なんですよ。物足りなかったらラー油とか唐辛子を増やしてくださいね。それでは、作っていきましょう。まず、生姜をみじん切り。ニンニクは叩きつぶしてみじん切り。この叩きつぶすの意味あるんです？香りが立ちやすくなるって師匠は言ってました。私的には簡単にみじん切りにできるので叩きつぶしてる感じですね。赤唐辛子、これは今回普通の鷹の爪を使います。できれば生の赤唐辛子がいいです。辛さレベルと香りレベルが上がります。揚げなくていいです。鷹の爪は種を除いて適当に刻みます。種入れないんですね。乾燥唐辛子を使う場合、硬くて食感の邪魔になるので種は入れない方がいいですね。生だと種ごと入れますよ。青唐辛子、これは生のものを使います。ヘタを落として種ごと刻みます。さっきの赤唐辛子と合わせて一緒にみじん切りにしちゃいます。もうすでに辛そうなんですけど。この青唐辛子が重要なんですが、どうしても手に入らなければ七唐と赤唐辛子を混ぜればいいですよ。刻んだら生姜、ニンニクと一緒にしておきます。中華鍋にお湯を沸かします。お湯が沸いたら、ここにホアジャオと八角を入れます。そして、鶏胸肉をそのままドボン。下ごしらえとかしないんですね。骨付き肉とかだったら色々処理しますが、胸肉はそのままでいいです。まあ、手間かけたい方はかければいいですよ。だいたい15から20分茹でていきます。タレを作ります。ラオトウアン、醤油、ホアジャオ油、ネギ油、黒酢、ラー油。ラー油の量がやっぱおかしい気が。いやいや、これくらい入れないと赤くならないじゃないですか。基準がおかしい。中華スープ、砂糖、塩、胡椒を入れて混ぜます。砂糖と塩をよく溶かしてくださいね。そして、ここに刻んだ唐辛子、生姜、ニンニクを入れてよく混ぜます。これでタレは完成。辛そう。あ、にょん。ホアジャオフェン入れてないや。ホアジャオフェン入れて混ぜたら OK です。20分経ちました。鶏胸肉を取り出します。なんか黒くないですか？ああ、これは多分ホアジャオの成分と鶏肉のアクと鍋の鉄分が結合したんでしょうね。知らんけど。知らんけどって。まあ、変なものではないのでもう満体。
鶏肉を食べやすい大きさにスライスします。この時、中がまだ赤い場合はアルミホイルに包んで10分くらい置いといてください。余熱で火を入れるんですね。スライスしたら深めの皿に盛り付けます。鶏肉の上から先ほどのタレをかけまして、刻みネギを上に飾ります。あとは全体的に煎りごまを散らせば出来上がりです。それではお召し上がりください。唐辛子乗りすぎじゃないですかこれ。大丈夫ですって。それでは。あ、美味しい。いや辛い。でもすごく香ばしい。黒酢の酸味と香り、ニンニク、生姜の香り、刻みネギと煎りごまの香り、それに青唐辛子の青臭さがアクセントになって、すごく複雑な香りになってますね。生の青唐辛子の新鮮な香りと辛さ、これをシェンラーって言うんです。赤唐辛子のラー、ホアジャオのマー、青唐辛子のシェンラー、それに黒酢が入ってスワンラー、香り高くシャンラー、ただ辛いんじゃなく、いろいろな辛さを組み合わせた多彩な辛さ、これが四川料理の醍醐味ですね。この辛さの奥の香ばしさがすごく美味しいです。シャンラーにハマりましたね。今回は煎りごまを散らしていますが、砕いたピーナッツをかけるのも一般的ですね。今回ピーナッツは？この前のジョーグエファーションで全部使っちゃいました。それでごまだったんですね。いえ、私的にこの料理はラー油の中にごまがいっぱい浮いてるイメージなんですよ。普通に辛い料理ですので、辛いのが苦手な方はうち以外のレシピで作ってくださいね。